おはようございますエンゾーですで9月5日、あす会、よろしくお願いします。えー、ということで、えーまあ、週明けの動きなんですが、き、まあ、今日のお品書き、こんな感じになっています。雇用統計は若干弱く、株価は上昇だったが、ロシアが株民の淡い期待を砕くということで、まああのー、雇用統計に関しては、週末土曜日、動画上げさせていただいたんで、まあ、それをご覧になっていただいた方も多いかと思うんですが、 まああの悪,い悪い数字ではなかったというかインフレを抑えるという意味では割といい数字だったわけですね。あの失業率も上昇したり賃金上昇率の前月比では若干上昇幅が縮小したということもあったんでそれで株上がったんですが、えっと、結局まあユーロが。 急落して、えー、と株価も急落してという形になっちゃったというのはなぜかというと、まあ、ロシアのガスプロムですよね、えー、国営ガスプロムがサンクトペトルブルグ近郊のボルトバヤ圧縮機ステーションで主要ガスタービンの油漏れが見つかったとして問題が解消されるまでノルドストリーム1を介する欧州へのガス供給は再開さ されないいっててう発表を受けまああのご存知のようにサンクトペテルブルクってあの昔は、えっと、レーニングラードって言われてて、えー、っとまあ非常にヨーロッパに近い都市なわけなんですけどまあ、そこの近くのガスステーションで故障ということでまあこれ本当かなという欧州に対する揺さぶりなのかなみたいなそういう 感じですよね。まあ、えっと、まあ、それが原因だったわけなんですが。まあ、二年債は二点五二から三点三九五に低ら。ええー、低下。十年債も三点二六五から三点一九五パーセントに低下ということで。えー 債券利回りは低下したんですが,が、ダウが1.07、SP500 が1.07、ナスダックが1.31%に下落、ただ、ビック指数がそんなに上がってないんですよね、むしろ下がっちゃった、この株が下落してるときは下がったんですけど、前日比と比べると、えー、あごめんなさい、株が上昇しあの下落してるときはビック指数上昇したんですけど、前月比では、えー、とマイナスということで、これがちょっと不思議だなと。 いう感じはしますよね、うん、WTI が、えー、86.61から86.87に若干上昇、ゴールドも1 7九9 3ドルから1722.6ドルに上昇しましたというところですね。あと今週はやっぱり中銀ウィークなんですよね。6日が RBA、えー、これ0.5%という予想ですよね。あと7日がカナダ中銀、これが0.75%。 で8日の ECB、これが一番重要かと思うんですが、これが0.5か0.75かということで、0.75にだいぶ傾いてきてはいるんですけど、このようにまたあのガスが供給されないということであの、すごくヨーロッパ経済、ダメージを受けるということで、0.75に踏み切れるかどうか、今週はそこが一番大きな注目かもしれませんね。 ECB もブラックアウト期間に入ってますので、えー、ちょっと発言は出てこないかと思うんですが、ここら辺の思惑がどうなるか、あと5日、今日う、えー、閣僚、OPEC プラスの閣僚会合、まあ、これ、原油増産は当然しないということで、減産するんじゃないかみたいな、最近、原油落ちてますからね、そんな話もありますよね。 あとは7、えー、日、ブレイナード FRB 副議長の講演、バー FRB 副議長講演ですね。ばあさんはこれ、金融と言ってもあの、マーケットの話ではなくて、どちらかというと規制観覧なんで、ばあさんはあんまりそういう話はしない、あの利上げが絡みの話はしないんじゃないかなと思うんですよね。 それより8日のパウエル議長発言の方がちょっと注目されるかなという感じになっています。じゃあ具体的に見ていきましょうか。そうですね、まず株からいきましょう、こんな最初上がってたんですよね、プラス400ドルぐらいまでね、おいい感じだなみたいな感じだったんですけど、そこから急落ということで、これ700ドルぐらい下がりましたから、結構な急落っちゃ急落なんですよね、まあ、あの結局は1.07%の下落なんですが、 この上からだと結構な下落ですね。ナスも1.31%ですけど、上からだと結構な急落ということで、154なんですけど、上からだと300ぐらい落ちてますよね。SP500 も1.07%なんですけど、これ上からだと80ポイントぐらい、この倍ぐらい落ちてるんで、まあ、結構急落したなーって感じはしますよね。うん、でもこれガス止めるって。 まあ確かにガス止めるというのは非常にあの厳しいことなんですけどそれでこれだけ落ちるかというとやっぱり株がまだギャラクター年度来週ぐらいまでは続くのかなと結局株弱いなという感じですよねあと今日レバデーでニューヨークとカナダ休みなんでその前にちょっとポジション調整というのがあったのかもしれないですよね。ちょっとこの,あのガスが止まる っていうことはもちろん重要でヨーロッパ経済にとってこの後かなりマイナスなんですけどうんすごくなんか大きな反応かなという気がしますそうじては全部ダメっていうところなんでやっぱりエネルギーセクターは上昇しましたね原油が上がってましたんでねうんあとはフェアグリードインデックスまあこれさすがにやっぱり41と前日フェア にこう入りつつあったんですけどこれが完全にえフェアの領域に行ったということでビックスちょっと後でやりますねで具体的にチャート見ていきますあの上昇したんですけどやっぱりあの金曜日1.0030っていうのがピポットのレジスタンス1だったんでそこが頂点になって急落ということで一瞬 ピポット割れでもみ合ったんですが、ピポットを超えられずに、9、落ちて、サポートの位置を超えて、まあ、やっぱり0.99って節目になるところが、やっぱり今日も重要ですよね。もう本当そこ近くまで来てるんですけど、でも今日、朝はちょっと強いんですよね、なんとなくね。まあこういうところって見といていただきたいんですけど、落ちて、 サポートだろうなっていうところをこう超えて戻ったんですけどそこが戻り高値になるっていうようなケースってよくあるんでこういうとこっていうのは戻り売りの急所ですよねこういうとこ逃さずこういうとこで売ってまあここを超えちゃったらストップっていう形で分かりやすいとこなんでこういうとこっていうのは売る売りで攻めるチャンスでありますよねまあ買いだったらこうな買いだったらここがレジスタンス例えば 昨日の1.0030だったらここがレジスタンスだったっていうのを超えちゃって少し落ちたとこはここは廃盤になるで抜けちゃったらストップみたいな感じでやれればいいかなというふうに思います、まあ、ユーロをここのとこ何度も0.99攻めてるんでここ本当重要なとこですよね まあ月間ピポットではえここ0 9 8 5丸っていうのがあるんでもしかしたらここ止まるかもしれないんですけどオプションもだんだんなくなってきてるんでこの0.99から1.01のこのレンジ今やってるんで、まあ、今週石火あるんで0.75の前にこっちやっちゃったらあれなんですけど0.75だったらやっぱりかなりこうサポートするパワーっていうのがあると思うんですけど0.5だとこっちっていう感じただ うーんこれ、まちまちなんですけど、あれさえ見るとやっぱりまだ下落局面だなっていうのは、この50まで戻ったところで抑えられたんで、うん、下落余地はあるかなという感じはしますよね、まあ、こちらは違うんですけどね、あと今度、今日はあは、のー、新首相が発表され、まあ、新党首ですね、保守党の、発表されるんで、まあ、それで決まるわけなんですが。 まあ、そこらへんの不安定さっていう、政治的な不安定さですね、新首相のやっぱりあの政策が分かんないというところで、えーっとまあ、そこらへん、日経新聞にも出てたかな、出てないかな、うーんブルンバーグン出てたかな。 出てないですねまあ、ちょっとそこら辺の不安定さっていうのがあるんでポンドやっぱりちょっとだだ下がりですよねうん。下が見えないということでこの長いので見るとやっぱりここ1.15付近1.15から1.14ここ,、ね、ここ前半だったんですけど。 この1.14から1.15のゾーンっていうのは何かがここ1.16ですけど何回か止められたところなんでここを完全に今下抜けしつつあるんですけど下抜けしちゃうとあのちょっと1.10ぐらいまであの1.10だってちょっとね節目って言えるかどうか分かんないんですけどまあちょっと今度は今度がパリティじゃないかみたいな話にもなってますよね。 まあそこら辺ポンドはちょっと弱いなっていう感じはしますよね。うん、でドル円、まあ、ドル円はこの140円の96っていうところがまあ年間ピポットか年間ピポット当たるのかなって感じなんですけどえっとまあ140円の80が この前、あのー、高値でしたよね、先週は。ここですよね。で、その後落ちて、えー、と140円がサポートして、今また上がってきてきてますよね。えっ、ー、と、ピポットの140円の30抜けてきてるんで、やっぱりちょっと上攻めそうな感じですよね。やっぱりのっけからこれ行ってるって感じで、まあ、ユーロも、でもユーロもちょっと上がってるんで、ドル高。 っていうわけではなくて、なんか円売りになってますよね。クロス円も戻してるということで、ただクロス円140円割っちゃいましたよね。まあ、ユーロが売られたんで。で、138円の、まあ、139円のところが今日,、あのー、今日のデイリーピポットで、えーと、ここが今サポートされてます。で、戻りは9円の80あたりが。 どうかなっていうところですよね、まあ、今日もちょっと円売りの流れ続くのかなという感じで、まあ、特にドル円は140円の80個を狙いにくいくような感じがします一応五等日中値ということで朝からえそこを狙ってる動きなのかなという感じもしますねで日経新聞なんですが特段為替的にはねっていうところで まあドイツがインフレ対策で9兆円家計支援ということで岸田さんも来週あの支援策出すのかなあと結果今日えトラスさんが優勢というところですよねうんえっとまあそれでどうなるかということで春首の手腕がうんお手並み拝見というところでしょうかねあとブルンバーグ そうですねやっぱり今話したような話ですよねノルトストリーム停止、まあ、ECB9 月と10月それぞれ0.75ポイントの利上げの降参これまあシティグループですかねえー、っとシティグループはそういうふうに見てるようですよねはいえー、ということで そうですね今週はやっぱり中銀ウィークなんでまあ、中銀の姿勢ということで、えー、んここのところやっぱりドル高になってるんで他の中銀が利上げしてもなかなかあの例えば5ドルの上げ材料とかには、えー、ポンドの上げ材料とかにはならないんですけど。 まあそうは言ってもお、ここ重要なところなんで、来週の,の FMC に向けて、どういう,う金融政策が出てくるかというのが重要、あとはやっぱり株ですよね、株あの金利上げていくんで、株にとってはやっぱりマイナス材料だし、えー、今週、日本は S q ありますんで。 まあそこら辺が、えー、と注目されるところかなという感じがします。まあ、日経平均も先ほど、えー、とニューヨーク市場で急落してますんで、あのー、やっぱりこの2万8000円乗っけられなかったですよね。あのー、米国株が上がっても。でそこから急落ということで、ただ2万7 4五0円、あのー。550円のところ、先週の安値を一瞬割ったんですけど、450円がサポートされて、若干戻して、 終了というところなんですが、まあちょっと上値が重い感じがするんで、2 7000円付近がサポートできるかどうかっていうところですよね。はい、えー、そんなところかと思います。この動画、良、えー、ければいいねボタン、ぜひよろしくお願いします。あと、チャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、今日も頑張りましょう。